ほう、ジェクトの息子か。リュック、先に行ってアーロンに伝えろ。一人で戦う気？いいから行けって。よかろう、死の安息に沈め。すかしてんじゃねえよ。発光をつけるな。ユーナ殿、お久しゅう。ユーナ。異界送りか。その前にロンゾの生き残りに伝えたいことがある。実に勇敢な一族だった。私の行く手を阻もうと捨て身で挑みかかり、一人また一人。バカな。決まり。そのロンゾの悲しみ、癒してやりたくはないか。何を言いたいのです。彼を死なせてやればいい。悲しみはつゆと消える。スピア、死の螺旋にとらわれた悲しみと苦しみの大地、すべて滅ぼして癒すために、私は真になる。そう、あなたの力によって、私と共に来るがよい。私が新たな神となれば、お前の父も救われるのだ。お前に何がわかるってんだ。哀れなもんだ。だがその絶望もここで消える。全ての嘆きを断ち切ってやろう。決まりはお前を許さない。ロンゾの怒りが宿った槍で撃ち滅ぼす。
もう邪魔すんなよ。私の力で真…戯言だ。彼が真になれば…行くぞ。何か知ってるなら教えてください。教えて。真…親父なんだ。なんだそりゃ。真は俺の親父だ。親父が真になったんだ。理屈とかそういうのよくわからない。でも俺感じた。真の中には親父がいる。親父がスピラを苦しめてるんだ。ごめん。ごめん。たとえ真がジェクトさんでも、真が真である限り、私…分かってる。倒そう。親父もそれを望んでる。父親と戦える？大丈夫。やるよ。なあ、その話を。真の毒気にやられて夢を見たわけじゃ…ああ。じゃあ、チャップ…悪いけどよ、俺何も聞いてないことにしとく。頭こんがらがってきたぞ。なんでまたそんなことになっちまったんだ。行けばわかる。もうすぐだ。